トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日もですね、リアルバキ京さんに、ジムガレージヨガショールームに、お越しいただいておりますので、実現をお送りしたいと思います。これまで、トークで前編後編、そして実技で前編を、撮っておりますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。今回は、ユーザーに勝つためのトレーニングということで、ユーザーに勝つためには私は体全体のデザインが極めて大事で、そして一個一個の筋肉のディテールが大事だというお話をしました。で、京さんの実技編の動画では肩、やっぱりユーザーの方はね、肩が発達しやすいっていう特徴が、あると言われてますし、まあ、実際にレセプターが、ね、多いんで、そうです、ね、その可能性十分あると。ついにでもさっきよりパッパに貼ってます。貼ってますか。よかった、楽しみですね。、はい。実はね、私は今期はあのトレーニングとあのダンベルプレスだけで勝つんです。あ、そうなんですか。そう、だからサイドレースやってないです。すごいですね。面倒くさくてサイドレース。なんかいろんなのがあって、まあ、時間が長引いちゃいますもんね。そうなんです。サイドレース肩は、ね、結構ね、コンパクトにまとめてるんですよ。で、今のところあれが最適化。で、ぜひ見てもらいたい。肩はね、まあ、やっぱり京さんが言う通り、すごく大事なんですよね。体の、頭に次ぐ頂点なんです。これがウエストに向かってくびれていく。これが細いとウエストも細く見えるし、太く見えるし、頭もでかくなると。最悪なんですね。肩がでかくなれば、頭も小さく見えるし、ウエストも細く見える。良さがある。ただ、肩からこのウエストに向かって、自然に流れていく逆三角形の形を作れるかどうかがとても大事なんですよ。肩があるのに、こうなってたら、ただ肩幅が広くなってしまうんですね。で、この背中の広がりの上部は、肩甲骨や大円筋の広がり、そして下部は広背筋なんですけども、広背筋を鍛えるのが割と難しいと感じている方が多いので、そのヒントをちょっと かなり多いですね。 僕自体は確かに広がり自体は結構強くなんですけど、うん、そうですよね。ただもっと欲しいんですよ。もういつまでね、どこまでも欲しいですよ、ね、そうですね、間違いですということで、そのヒントを、お伝えしたいと思っておりますので、実技編京さんもあの飛行機あるので短めにいきますので、よろしくお願いします。できればあの空を飛べるぐらいの強くになりたいですね。わかりました。ということで、じゃ あの実際にやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、背中の広がりを作る、広背筋のね、特に外側の筋繊維を刺激しやすい、動き方ということを、解読するためのお話をしたいと思います。これはですね、ロープトレーニング機器のヒューロープっていうふうに言うんですけど、たまに見ますね、最近。そう、最近あの私が教えて、柔道家がね、すごい使うんです。はい、なんかゴルフ人かどうかで昔見ました。似てるのありますね。でもこれはね、はい、あの最新のやつで、実は持ち運び可能なんですよ。すごい、あ、引っかかってるんですね。そうなんです、これだから取れるんですよ。すごいですね。だからこれで、まあ、どこでも持ち運びできちゃうんで、なるほど。こういうふうにつけたりするんです。あ、ここにあの紐があるので。つくわけなんですね。だから例えばこんな引っ掛けるところないよって人は、はい、あの養生の電柱につけてるんです。なるほど。どこでも後輩が来てる。最高じゃないですか。最高なんですよ。だからこれね、あのどこでもできるんで、おすすめなんですよね。で、このQロープの、面白い、まあ、だからロープトレーニングの良さっていうのは、やっぱりバーベルとかダンベルではできない体の、多様な動きを実現しやすいわけなんですよね。不規則っていうところですかね。不規則、逆に言えば自由なんですよね。なるほどね。で、例えばラットプルダウンのバーとか、うん、ナローのバーとか、これやっぱり動きを制限するものでもある。そうです、ね。一方で動きやすくしているものでもあるわけですね。なのでこれは究極に、動きやすいトレーニングができる。つまりフォーカスしやすくもある。その通りです。特に広背筋の外側っていうのはこの腕から骨盤に向かって流れてるんです。ってことは上腕骨、肩甲骨、脊柱、骨盤、これだけの骨にまたがってるわけで、とてもじゃないけど両側の動きだけで最大伸展、最大収縮ができないものなんですね。なのでこれを使うことによって片手でここまで最大伸展させて、ここまで最大収縮させる。なるほど。これを覚えるためにあのぜひ有効なツールなんです。これはまあ重りをここで何に使うのかなと思ってたら、そういうことなんですね。それはこれね、超おすすめです。これ簡単ですから、これで大きくここを持つ、これでもうこうなってるみたいじゃないですか、はいはい、これもラットプルの場合できないです、ね、最大収縮今してるわけですね、完全に最大伸展ですね。最大伸展伸展してて、そこからこう最大収縮する、最大収縮ここまでいきます。これラットプルのバージョンです、はい、
つまり骨盤に対して肘を近づけるそのとおりです。骨盤に対してこう、ああなるほど。でこれを、まあ、やり方次第 でこうやってやってしまうとあんま効かないですけど、そうですね、しっかりとこの左右非対称の動きを作る。これって、まあ、簡単に言うと、サルナの動きですよね。なんか そうですね。結局、広背筋の動きって、両方同時に使うというよりも、片方を大きくリーチして、大きく引っ張るっていうものに対応しているものです。例えば、じゃあ四つ足ロープスだとどうかっていうと、こうやって走るときに使ってるんですよね。あ、なるほど。前足を出して、後ろに蹴るときは、まさに広背筋がこういうふうになる。これやっぱりあのラットバードは無理なんですよ、うん、ということでこれでちょっと学んでいただければと思います。なるほど。やってみます。つまりちょっと別にここら辺を持つ軸、この辺を持つ軸でここから今度はそう空洞ですかね。そうです。じゃあもうちょっと足幅広げてもいいです。で、あ、ごめんなさい、今私いろいろ言いすぎたんで、はい、多分想像しちゃってるんですけど、はい、もう考えないでいいです。なるほど。大きく持って大きく引っ張るでいいです。そうそうそう、大きくもうもっとリズム感で、そう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 、だんだんです。なるほど。そう。ここの筋肉、ああもう十分収縮します。なるほど。めちゃくちゃ痛いですよ、ここ。そうそうそう。あ、なるほど。あ、分かった分かった。分かりました。あ、こういうことだ。そうです。なるほど。これはすごいですね。きますよね。うん、きますね。左右からぐっと握ってあげると、こういうことか。あ、そう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 、そう、大きく。こういうことだ。大きく。こういうことだ。なるほど。私、最初って説明すぎて、ちょっと混乱しましたけど。そうですね。自然にやったら、正直にやったらそうなるじゃん。こういうことですよね。なるほど。ほんと、ごく自然に、そう強く肘を脇に、ガンと近づけていくという。そう、自然に。最高ですね、これ。ありがとうございます。じゃあ、まず次の。はい、そうか、今、私、ちょっと説明すぎて、はい。ああ、いえ、絶対ね、パンプしますね。もうパンプしますよね、もうすでに。はい。もうすでに。めちゃめちゃパンプしてますよ、ね、もうパンプしてますね、うん、さっきのここの肩のラインからこう広がってくるわけです、はい、あの痛いですもん。あ、そうです。だから今いろいろ説明しちゃったんで考えちゃったんですけど、考えずにとにかく大きく伸ばして大きく引くっていうことをやると自然に広背筋に入る。そうですね。でもう一個のポイントが、結構京さんは体をこう伸展気味に引いてた。これも確かに広背筋に入るんですけど、はい、一方で肩甲骨の下線と内転が入るんですよ。なるほど。僧帽筋も強く引いてる。僧帽筋の仕事を抑えるためには少し丸まっていく。あ、はい、なるほど。ああいうことで僧帽筋をあの 使いにくくしてあげるっていう方法があって、より広背筋に効くわけですね。こうやってやっぱり背中全部、ね、全部使うトレーニングもいいんですけど、バリエーションとしてはちょっと丸めてあげる。なるほど。というやり方なんです。ちょっと、はい、やらせていただきます。こういう感じですね、はい、こういう感じか、はい、イメージでした。あ、痛い。そうですね、ちょっと違う。こういうことですね。そうそうそう。さっきとわずかに入る部分が違ってくる。いや、全然違いますね。入り方が違う感じ。で、今度はそういったのも全部頭から取っ払って、とにかく大きく、はい、引いてみましょう。大きく、素早く。そうそうそう。もう完全にレスリング選手にしか見えない。これ、スリッパみたいな。確かに。うわ、これ痛いですね。痛いですね。後背筋大変かなり効いてます。効いてくる。なるほど。ありがとうございます。これは効いてるな。前腕も入るでしょ。前腕も入ってますね。全部効くんですよ。で、肩はさっきのリアのところも入ってくる。入ってくるんですね。めちゃめちゃ広がってる。いや、広がってますね、これは。わかりますよね。というのを学んで、はい、じゃあ背中のトレーニングに生かしていかないといけないとなると、はい、やっぱりこのバーだけだと難しくなってくるんで、ワンハンドのトレーニングっていうのは大事なんです。あ、そういうことなんですね。っていうことなんですよね。でもやっぱワンハンドのトレーニング考えすぎるとね、入んない。これもそうだったでしょ。そうですね。あんま考えずにとにかく大きく考えたら割と腕で引いちゃうという。そうですね、はい、大きなストロークでやると結局広背筋がメインになってくるんですよね。勝手に入りますね。それが多分トレーニングの理想だと思うんで。なるほど。これをね、私ね、あのこれを例えば1分間やって1分間レストを5本ぐらいやるともうパンパンになるし絞れます。
なんかもうあれですね、もはやなんかちょっと昭和のトレンド、それこそ大山さすとか木村正彦がやってたよね。そうでもね、例えばあの昭和の時代のボディービルダーたちって、はい、もうその時からすごい体しててでかいですよね。そうなんですよ。だから素晴らしい器具だけが体を作るわけではなく、なるほど、自然な体の使い方を強く早くやる、これもすごく大事なことだと思うんですけど、例えばこれをアップでやって、そこからさらにラットとかに入っていったらものすごい体を作れるんですよ、ね、そうそう、予備療法です、ね、そういった使い方をするっていうのはすごくいいと思います。ちょっと今回これめちゃくちゃいいことを学んだんですけど、来年ね、これ増量期でこれやったらだいぶアウトライン変わると思います、はい、楽しみですね。でちなみに、はい、あのこの間さっき教えたプレートあるじゃないですか、はい、あのダンベルの、はい、あれは私最終的に立ってやるんですよ。もうあの、ね、寝っ転がってできない授業でやるんです。なるほど。でもガーッと引くんですけど、それはワンハンドダンベルローみたいな。そうです、下手くそなワンハンドダンベルロー、背中に効いてないダンベルロー。なるほどなるほど。それで、まあ、50キロ以上とかで私もできるんで、50キロでやってます。はい、もうでもうとにかく重たいもん、まあ、それはアウトライン変わりますね。変わるんですよ。でも怪我のリスクも少ないですから、はい、サイドレイズ50キロとかやったら多分インピンジを残します。そうですね、この角度インピンジしないです。なるほど。あれをね、立ってどっかを持ってこういう感じでガーッてのもおすすめなので、なるほどね。そう、だから寝なくてもできるじゃないですか。できますね。体の固定が苦手な人は、ね、寝た方がいいですけど、多分強さもできると思うので、あれを強くやる。で、こういうのも強くやる。というのが強く自然に動くっていうことをやるとサイズも良くなるし、で、大きく動けばやっぱり最大収縮、最大伸展っていうのがかかってきますので、はいはい、あの筋肉の丸みもね、作りやすくなると思いますから、ぜひいい増量期を過ごすためにもこういったものを使って。今回さらにちょっと、まあ、考え方を変えつつ増量期を終えたいと思います。楽しみですね。来年いつ試合ですか。来年は僕が考えてるのは最初10月のイオリンピアっていう、あ、西田よりさんがやってるんじゃないか、そこを今考え中なんですよ。でも ANL、BBF 出た方がいいんじゃないですか。それちょっと考えてます。絶対いいと思います。ちなみにそれ何月なんですかね。ね、8月、9月ぐらいがあると思いますよ。あ、でもあんまりあれですね、それが10月になるからあんまり遠くないからいいです。で、結局その ANN、BBN の全日本10月なんで、はい、全部出て、そのまま11月世界選手権行った方がいいです。あ、本当ですか。それはいけそうですね。そしたらナチュラル、ガチナチュラルのフィールドで戦うのと、プラス検査なしで戦う、はい、確かに確かに確かに。で、自分のナチュラルの証明ができるから、はい、面白いんじゃないですかね。それはちょっと本当に考えます。はい、井上さんにも相談してみてください。ちょっと井上さんに、はい、言ってみます。はい、ということでですね、今回はですね、ユーザーに勝つための、背中の外側、要は広がりを作るトレーニングをご紹介しました。前編はですね、その背中の上にある、ね、肩のサイドリアの部分の、トレーニングをご紹介しました、そして、対談動画の方も、京さんのチャンネルと一緒にやっておりますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければ幸いです。ということで、京さんもう飛行機乗らないといけないので終わります。ということで、トレーニング今日も頑張ってください。ありがとうございました。以上です。ついに理想のサプリメント公営ペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC シックスパックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。